樋口真嗣さんです。今年5月に公開された日本を代表する特撮ヒーローウルトラマンを現代を舞台に映画化した新ウルトラマンの監督を務めました。日本で観客動員290万人、興行収入40億円を突破する大ヒットを記録。日本のみならず37の国と地域で公開され、世界中のファンにも作品が届けられました。樋口さんの LINE ニュース内におけるこの1年間の話題の推移はご覧の通りです。それでは樋口さんにはトロフィーが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてドラマ仮面ライダーブラックサンのコンセプトビジュアルを務めたことでも話題になりました。ゴジラ、ウルトラマン、仮面ライダーとこれまでたくさんの特撮作品に携わってこられましたが、ズバリ新作の構想などがありましたらお話できる範囲で構いませんので、ちょっと教えていただければ。いや、守秘義務とか契約書にサインしちゃったりとかしてるんでいろいろ言えなかったりもするんですけども、まあ、でもやっぱりその本当に幸せだなと思うのは、子供の頃見て好きだったものっていうのをずっとなんか作らせてもらえてるっていうことですよね。もちろんそのためにはこうちゃんとやんなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、それ以上にそのなんだろう、誰かがお前作っていいよっていうふうに背中を押してくれてる人がいるっていうのに感謝しながら、来年もまたなんか好きなものをやらせていただけたら嬉しいなと、誰に向かって言ってるのか分かりませんけど、よろしくお願いします。頭の中でこうやりたいものとか構想はあるわけですね。ありますね。それはもう星の数ほどとは言いませんけど、やっぱりまだまだその皆さんになんか見てほしいものっていうか、こういうの作ってこういうの見せたら面白いんじゃないかな、喜ぶんじゃないかな、なんか盛り上がってくれるんじゃないかなといったものを作っていきたいなと思っております。幅広い世代が喜ぶ作品、今後も期待したいと思います。樋口真嗣さん、改めまして受賞おめでとうございます。盛大な拍手をお送りください。